からジャンカラの先行ということになりそうです。2番手には7番の山本、3番手が6番の山下で、4番手の位置切り替えたのが8番の田代、そしてこの後ろ4番亀田ですが、外から4番手には3番の正岡が上がろうというところで最終周回に入ります。先頭を逃げるのは2番の奥野正人、2番手には7番の山本義彦、3番手が6番の山下、そして4番手を取ったのは3番正岡で、最終回2コーナーからバックストレッチに入ります。そして7番手から4番の亀田がまくっていきました。さあ最終バックに入った。先頭は逃げる2番の奥野正人、2番手には7番の山本、そしてその横まで4番の亀田が上がってきた。マークは1番の前山豊。さあまくり切った4番の亀田、これに1番の前山、続いて4コーナー回った。さあ番手から1番の前山が追い込んでくる。1番の前山、しかし4番の亀田を粘ったか。さあジャンから9番遠山がまず発進、6番今泉がスーッと下げました。2番手には7番の中野、5番の中井も4番手まで上がってきております。さあジャンが入ってまだスローペースですが、4番手のアウトから5番の中井が踏み込む。合わせて9番の遠山を前に踏んでいきます。ここで5番の中井に先頭変わりました。2番手が2番の締田志郎です。3番手に8番、さらに6番の今泉もまくってまいります。最終回の2コーナーからバックストレッチ、先頭は逃げる5番の中井、そしてまくっていった6番の今泉が2番手まで上がってくる。先頭5番の中井粘り切れるか。番手から2番の締田志郎、その横まで6番の今泉上がってきた。今泉に1番の樋口と続きますが、先頭5番の中井が懸命に粘っています。さあ4コーナー回った。先頭5番中井、番手から2番の締田志郎が追い込んできますが、5番の中井が押し切った。2着争い激戦です。インコースから来少し前に踏んでいきました。2番手に3番の菱木、そのアウトが9番富田、8番の平田もインコースですが、ジャンからゆっくりと9番の富田に先頭変わりました。そしてその後ろから4番の白金がかましていく感じです。4番白金、1番の春田の九州コンビがかまして、9番富田は3番手、この後ろに6番の串田が続く展開です。さあ3番手以降離れました。4番白金がかまして先頭、2番手に1番の春田誠一郎、九州コンビが前2人、そして3番手追っていくのは9番富田、この後ろ6番の串田、さらに7番の吉野で最終バックから3コーナーに入ります。さあ4番の白金、1番の春田、この九州勢のワンツーが決まるか。差を詰めてきた9番富田、4コーナー回った。先頭4番白金、番手から1番の春田が追い込んできます。しかし4番の白金、1番の春田横一線、さらに9番の富田も。現在9番の高島がマークを取っていますが、さあ1番の秋山マークは8番の坂口と9番の高島の争いに変わりました。3番手の位置は2番の井上、4番石田、3番の諏訪木、3人の並走という感じになっています。さあ4コーナーを回って、こうなると1番秋山ワイペースの先行か。2番手争いは8番坂口と9番の高島、どちらに軍配が上がる。アウトから9番の高島が踏み込んでいく。先行策は1番の秋山、そして2番手は9番高島キープ、3番手には3番の諏訪木と8番の坂口の並走ですが、3番手は3番の諏訪木が取り切って最終の3コーナーに入りました。先頭は1番の秋山、そして2番手キープは9番高島で4コーナー回った。先頭1番秋山逃げ切れるか。そして番手から9番の高島一郎が逆転を狙って追い込んできた。9番高島に先頭変わったか、どうだ。
の後藤が行きました。そしてマークはあっさりと1番の高田が取る展開。これに5番の池が続いて、7番の松本が、現在は荒木がここで4番手に上がって、松本5番手に変わりました。まだペースはそれほど上がっておりません。現在先頭は8番の後藤ですが、中段5番手から7番の松本が一気にまくっていきます。合わせて踏む後藤ですが、ここは7番の松本に先頭変わって3番片山真嗣が2番手、さらに1番の高田が切り替えて3番手を狙っていきます。最終回の2コーナーからバックストレッチ、先頭は逃げる7番の松本、そして今度は後方から2番のカイトラカが自力でまくって3番手まで上がってきた。先頭7番松本、2番手に3番の片山真嗣、その横まで2番のカイトラカが上がってくる。最終の3コーナーから4コーナー、さあ7番松本粘り切れるか、2番手から3番の片山真嗣、2番のカイトラカ、1番の高田も追い込んできますが、どうでしょうか。7番の松本、3番片山、6番の大久保3番手と九州勢がまず先制しました。そして1番香川4番手ですが、後方から7番の真原がかわしていきます。7番真原が抑えて、3番の森が2番手、8番の市野が3番手、このラインに1番の香川がうまくスイッチして4番手をキープします。香川マークは9番の曽郷と続いて、さあ最終回1コーナーに入りました。先行策は7番の真原、2番手に3番森義弘、さあ4番手から1番の香川雄介まくっていく。1番の香川まくって一気に2番手まで上がってきた。先頭7番真原ですが、前段を飲み込んで1番の香川に先頭変わった。9番の曽郷2番手、さあ香川と曽郷のマッチレースになりそうです。4コーナー待った、1番香川粘り切れるか、番手から9番の曽郷が直線追い込んできた。9番曽郷、1番香川横一線、9番の曽郷がわずかに差し切った。宮村と5番の増成の牽制という感じですが、さあジャンゴ前にして5番の増成が一気の発進体制です。マークには2番の村上、1番の手島がここでインで粘るような感じでしょうか。3番手あたりまで下げてきました。そして追い上げていったのが3番宮村、先頭が5番の増成と、2番手が2番の村上清隆、3番手の位置が1番手島と6番の大和の並走になります。おっと落車ありました。7番田原、4番の日比野が転倒です。先頭は5番の増成富雄、2番手の石が2番の村上、3番手が6番のベテラン大和高義、この後ろから8番の川原続いて、3番宮村この石からまくれるかどうか。最終バックから3コーナー、先頭は5番の増成、さあまくっていった3番宮村光一、2番手まで上がってきた。合わせていく2番の村上ですが、先頭は5番の増成に粘る、そしてアウトから3番宮村、さらに外から9番の船出進む。それほどペースは上がっていません。3番手には6番中村の近畿勢3人ですが、ジャンから4番手のアウト、7番の石丸が前に上がりました。しかしこれまたそれほどペースは上がっておりません。7番の石丸、1番の石田が先頭に立って、2番の三橋が3番手、この後ろ5番の佐藤と続いて、最終回さあ7番の石丸が先行策、3番の大和田、7番手という対戦に変わって最終回の1コーナーに入ります。さあ先行策7番の石丸、2番手に1番の石田、3番手が2番の三橋、4番手に5番の佐藤、縦1列のまま最終バックに入りました。さあ5番手からまず9番の大園がまくっていった。先頭は7番の石丸、2番手に1番の石田、まくった大園3番手まで上がってくる。最終の3コーナーから4コーナー、先頭7番の石丸がハイペース、2番手から車間を開けて1番の石田が直線追い込んでくる。しかし7番の石丸粘ったか、1番の石田が差し切ったか。
ペースはそれほど上がっておりません。ここで6番の桜井が先頭に立ったところで、ジャンから4番の山本慎也発進です。マークには1番の田谷勇、3番の山内浩二が3番手、6番の桜井は4番手、そして切り替えていった7番の松井が中段を狙ってきますが、4番手から6番の桜井がかましていきました。これに7番の松井が続く展開になっています。さあ4番山本慎也と6番の桜井健の先行争いは、4番の山本突っ張り切った、そして1番の田谷が2番手、3番手の位置が3番山口浩二と7番の松井の並走、そして8番の井上貴明が後方から一気にまくっていった。マークは2番の山口健二、先頭は4番の山本慎也、そして内から3番の山口浩二も突っ込んでくる。アウトから8番の井上貴明、さあ8番の井上に先頭変わったか、8番の井上先頭、今1着で5人、2着争い激戦です。少し前に踏んでおります。8番の湿地が下げたところでジャンが入りました。2番の岡崎がここで主導権を握っていきます。7番の新海2番手、そして後ろから8番の湿地がかましていきます。さあ2番の岡崎と8番湿地の主導権争い、先頭逃げていくのは2番の岡崎です。2番手に7番の新海正信、3番手に1番の佐々木達也、さあ完全に岡崎が主導権を握りました。2番手は7番の新海、3番手に1番の佐々木、この後ろ9番の国持という体勢で最終バックから3コーナーに入ります。さあ2番の岡崎が先行していく、7番の新海2番手、3番手が1番の佐々木で4コーナー回った。2番の岡崎粘り切れるか、2番手から7番の新海が直線逆転を狙って追い込んできた。7番の新海に先頭変わってゴールイン、2着争い、2番の岡崎。前から2番の高谷雅彦が早めに動いてきました。ジャンから発進が2番の高谷、7番の五冠2番手、そしてうまく3番手を取ったのは4番島野浩二、この後ろに9番の稲積続いて8番の本田は8番手、そして中段が5番の西郷、おっと落車ありました、6番の小原落車、そして8番の本田がまくっていきます。先頭は2番の高谷雅彦、2番手が7番の五冠新一、この横まで8番の本田短期でまくってきますがちょっと苦しいか、先頭はカイペースだ、2番の高谷、2番手が7番の五冠、そしてこの後ろに4番島野、もう一度8番の本田ですが、先頭は2番の高谷雅彦、3番手から4番の島野浩二がショートマークに、2番の4番の島野に先頭があった、さらに外から9番の稲積、7番の五冠、3人目。